バリトン定期役と申します。初めて見るなーという方もたくさんいらっしゃると思います。どうぞよろしくお願いいたします。今日はイタリアのパンソーレを歌っておりますけれども、ちょっとお尋ねするんですが、イタリアに行ったことのあるという、ちょっと手を挙げてください。いや、自慢手に挙げられない。私、隣に手を挙げてきた。イタリアの地図というのを皆さんご覧になったと思いますけども、今、ここでちょっと再現しようと思うんですね。はい、イタリアの地図でございます。ナポリは一体どの辺にあるんでしょうね。ナポリはね、当たったら一番痛いところはこの辺でございます。もうちょっと上上がりますとローマですね。で、裏側に行きますとベネチアなんですね。はい、これがイタリアでございます。イタリアの歌を歌うわけでございます。1曲目は語り語りという曲なんですね。で、この曲はでございますね、有名な曲でございますが、意外とストーリーのことにないんですね。何歌ってるかさっぱりわからんわというのが、まあまあよくあるパターンでございましてね、語りっていうのはお名前なんです。イタリア語でね、カテリーナ、フランスに行ったらカトリーヌ、英語ではキャサリンなんです。通に一緒なんですよ。で、このカテリーナに恋をした男がおりましてね、キジェロッティって言うんです。で、このキジェロッティさんが恋をしたんですけども、振られてしまうんですね。で、昔の日本ですと、お寺の和尚さんに相談にということなんですけれども、イタリアでございます、カトリックでございます、教会の神父さんのところへ相談に行くわけでございます。こんにちは、神父さんじゃないな、お皿屋のお皿は気になってやないかい、銀行やないかい、話したいや、いやいや、おなごさんに振られましてね、おなごに振られた、相手は誰じゃ、カテリーナで、ね、カテリーナ、カテリーナちょっとの語りやないかい、そうでね、語りでね、語りはあかんで、ね、お今行こう、当たり前やないかい、相手はイタリア人の美女やないかい、お前町内の孫やないかい、ついでよ、くれへんかな、やめとけやめとけ、なんで言わんと、こんなことなんとかなればええやろか、ならんな、そこをなんとか、なお前言い出したら子供やさかいな、まあまあ昔から言うてあることがあるな、知らんかいな、一二え二男三金四芸五世六五五七で行く、やりから急にも豊ばあちゃんのことを言うてやるな、ねえ、まじないですかいな、いやいや、ほら、まじないやない、一から十までやって、ね、このうちの一つでも、あの身に備わったら、おなごにモテるちゅうねん。あ、結構なもんでんな、最初のやつなんですかいな、一米ちゅうのは。一米やない。一、二え、二えなり形やな、ちゃんとしたもん太ったら、おなごがほっとかな。例えばやね、例えばやね、白いタキーと着て、赤い蝶みたいでも太ったら、おなごがほっとかね。例えばの話やな。私の学校は、匂うんやわ、その匂うものだけは何とかしてもらわないかんで、匂いの使いになっているので、シスターが言うとったで、シンさん、そろそろキジロッティ半期ありますし、なんでわかるんで、匂ってわかります、あと23秒そんなこと言ったらね、これないかいな、だいたいお前来たの古いな、古いことお前でこれ皿ですよ、さらに人はやらない、汚れてるやないかい、そんなこと言ったらあかんで、なのになんか皿ですよ、これ冷めたすけど、また一遍の水サラですよ、そんなこと言ったらあかんねん、あかんかな、そうです、二つ目はなんですかいな、二男じゃ、男前がよかったら、持ってるけど、おまはんかかに来たらわかるな、それぐらいだつね、三つ目はなんですかいな、三金じゃ、財布の中見たらわかるやろ、これもつらいな、四つ目は、もうないねないね、帰れ帰れ、五つ目ないねんって言ってんねん、なこと言わんと、もう一つだけ頼みますと、最後のやつなんですかいな、最後のやつら、最後はな、どこまじゅうで評判がよかったら、なんかほっとかんな。若い評判言いにまえんかいな。聞かんことはないけど、あんまり評判ないで、どんだけほったってますね。なんや知らんけどな、おまはん、ふとりくてき、汚いもん履いて、きれいなもん履いて帰ってくるっちゅう、そういう技だったそれ、履き替えるっちゅうことやおまへんかいな。そりゃ、履き替える、聞こわな、ふといったら、誰かのもんと履き替えて帰ってくるっちゅう、そういう技が立ってるで。んなこと言いまえんで、そんなこと言いまえんで。せいのらえたさかいねえがな、そんなこと言わないから、私ね、そういう時、話できまんねんね。話できて、履いて帰ってきますね。それを履き替えろってこと言われたら、お前、それ盗んだやないかい。話ならんの、帰れ帰れ。
ストーリーを頭に浮かべながら聞いています。伸びたんです。彼の歌ですね。さて、2曲目は禁じられた音楽。この曲にもですね、キジノッティさんというのが登場いたします。大好きなアンジェリーナさんがいらっしゃるんです。で、アンジェリーナさんはね、大きなお家に住んでらっしゃるんですよ。お庭もね、甲子園球場みたいなものです。樹木がいっぱいこう植えてありましてね。で、真夏の暑い時でもぬくもり風が葉っぱの隙間をふーっと取ってきて、お家に来る頃には涼しくなるという大豪邸でございますね。で、このアンジェリーナさんの家が大きなお家なんですけども、お部屋は2階にあるんです。お部屋2階なんですね。で、広いお部屋でございます。まあ、広いお部屋ですと言いましたら、お客様がね、8畳ですかと聞かれました。もっと広いです。10畳ですかと聞かれました。もっともっと広いですよとおっしゃって、お話をしたらびっくりされていらっしゃいましたけれども、アンジェリーナさんのお部屋でございますね。このバルコニーがあるんですね。で、バルコニーご存知でいらっしゃいます？バルコニーご存知でいらっしゃいます？あ、知ってらっしゃいます。いや、バルコニーとベランダはどっちなんですか？今知ってらっしゃる、自慢におっしゃいましたけれども、以前ですね、バルコニーは英語でイタリア語、ベランダはイタリア語やとおっしゃったのがそこにいらっしゃるんですね。ベストアンサーはですね、バルコニーは鳳凰さんが立つことで、ベランダは先輩の鳳凰様や。ベストアンサーでございます。違いまでございますね。屋根のないのがバルコニーなんです。たっとするだけでございますね。で、このバルコニーにアンジェリーナさんが寝ていくわけでございます。気持ちのいい鐘が通りますね。下からね、歌声が聞こえてくるんです。キジロッティさんの、あー、アンジェリーナ、君はなんと美しい、僕の月だ、星だ、太陽だ、聞こえてくるんですね。で、このアンジェリーナさんにお母ちゃんがいるんですわ。で、このお母ちゃんがですね、この歌大嫌いですね。この歌聞いたらあかんねーと言われて、禁じられた音楽っていうのがここにあるわけでございます。テーマがね、もうあの歌聞こえてきたら、もう武士が走って、キュッ、うちの娘を必ず足にキュッというふうに思うわけでございますね。で、ある日のことでございます。アンジェリーナさんがバルコニーに行きますと、またあの美しい声が聞こえてくるわけでございます。ああ、アンジェリーナ、君はなんと美しい、君のその可愛いほっぺに愛の口づけをしたい、君のその優しい瞳に愛の口づけをしたい、君のその一部のような口づけに愛の口づけをしたいと、こう歌ってるわけでございますね。アンジェリーナさんは思うんですね。ああ、今日お父ちゃんおれへんね、今日ロータリーの会で出てきておれへんね、お母ちゃんはないや、フラダンスの会で今日はどうかで旅行に行くんで、今日誰もおれへんね、誰もおれへんね、チャンスやというようなご経験があるのか、ちょっと今日は嘘つきの方が多い。誰もおれへんな、キズロッティ今日誰もおれへんね、カフェへんから上がってきて、上がってきて、上がってきて、もう私のどこへキスしても構わへん、今日は今夜は私をむちゃくちゃにして、というのがこれから歌います。Oh, quanto me
で、まだ今日は当日ですけれど、前売り価格で大丈夫かそうです。はい、で私はリンガロイヤルのコンサートの方でございますね。さっき言ってくれましたけど、ちょっと明日から旅行に参りますので、もし聞いてやろうという方がいらっしゃったら、ごめんなさい、メールいただいてもちょっと返信できませんので、来ていただいたら2時間たっぷりこれをやりますので。はい、どうもありがとうございます。前半は終了でございます。15分も休憩でございます。用事の方は用事を済ませて、待っていただきます。